でも僕には。今、減り続ける人口と蔓延する奇病が世界を悩ませているらしい。魔物と呼ばれる黒い化け物も人々の生活を脅かすようになってきた。でも僕にとって気がかりなことはただ一つ。妹のヨナと一緒に今日をちゃんと生き延びられるかどうか。子供だけで生きていくのはいろいろ大変だけど、優しい人の多いこの村でならなんとかやっていける気がする。いや、やっていかなくちゃならないんだ、ヨナのためにも。
よ。魔物がこんなところにも。